皆様、2021ベストオブミス兵庫大会をご覧いただき誠にありがとうございます。本日の司会を担当いたします田中理恵と申します。どうぞよろしくお願いいたします。この度の新型コロナウイルスの感染拡大により健康被害や経済的損失を受けられた方々に心よりお見舞いを申し上げますとともに、医療関係者を中心とする拡大防止にご尽力をいただいている方々に深く感謝の意を表させていただきます。そしてこのような状況の中、本日を迎えられましたことを心から感謝いたしております。本来でございましたら、たくさんの方々にご来場いただきまして、未だに収束することのない新型コロナウイルスの流行を踏まえ、無観客、オンラインでの開催となりましたことをご了承ください。なお、本大会は YouTube でのライブ配信にてお送りいたしております。それでは2021ベストオブミス兵庫大会開会にあたりまして、審査員の皆様をご紹介いたします。ご挨拶を頂戴いたします。まずは神戸市副市長今西正夫様、お願いいたします。失礼いたしました。システムだ。はい、はい、頭ですね、はい、はい、
皆様、2021ベストオブミス兵庫大会をご覧いただき誠にありがとうございます。本日司会を担当いたします田中理恵と申します。どうぞよろしくお願いいたします。この度の新型コロナウイルスの感染拡大により健康被害や経済的損失を受けられた方々に心よりお見舞いを申し上げますとともに、医療関係者を中心とする拡大防止にご尽力をいただいている方々に深く感謝の意を表させていただきます。そしてこのような状況の中、本日を迎えられましたことを心から感謝いたしております。本来でございましたらたくさんの方々にご来場いただきたかったのですが、未だに収束することのない新型コロナウイルスの流行を踏まえ、無観客、オンラインでの開催となりましたことをご了承ください。なお、本大会は YouTube でのライブ配信にてお送り出しております。それでは2021ベストオブミス兵庫大会開会にあたりまして、審査員の方々よりご挨拶を頂戴いたします。まずは神戸市副市長、今西正夫様、お願いいたします。皆さんこんにちは。2021ベストミス兵庫大会がここ神戸で開催されることをお祝いと御礼を申し上げたいと思います。このベストミス兵庫大会は、ミスユニバースジャパン、ミスグランドジャパン、ミスユニバーシティの3つの兵庫代表を決める選考会となっています。この選考会は外見の美しさだけではなくて、知性、感性、人間性など内面の美しさも審査対象になっています。参加される皆様方は、内面、外面ともに魅力を高めるトレーニングに励んでこられたと思いますけれども、今日はそのご自身の魅力を思い存分発揮していただいて、そして代表の座をつかんでいただきたいというふうに思います。そして、今後とも兵庫、神戸の魅力を発信をしていただければ大変ありがたいというふうに思っています。このベストオブミス兵庫大会の成功と参加される皆様方の健闘、ご活躍を記念して簡単ですけども挨拶とさせていただきます。皆さん頑張ってください。ありがとうございました。続きまして大阪観光局代表理事、理事長溝畑博士様、お願いいたします。皆さんどうも、こんにちは。ベストオブミス兵庫大会開会にあたりまして、一言お祝いを申し上げておきたいと思います。私ども実はこの大会をやるという話を聞きましたのは、実は昨年の12月でございました。ちょうどコロナが、感染がですね、少し拡大しつつある厳しい折でございましたけれども、その時に、カレンダーを見ておりましてですね、この3月20日という意味が、まさに東日本大震災から10年経つ、区切りの月であるということ、それからまた実は選抜高校野球が3月19日に始まりました。また任天堂の新たに USJ のオープンが3月18日、そしてまたプロ野球が3月26日開幕します。オリンピックの聖火ランナーも25が始まるということでございまして、この3月20日っていうのはある意味この兵庫のみならず日本全体が明るい未来に向かって躍動する時期でございます。そういうこの時に、まさに今日おられますトライハードジャパンの大月社長、そしてまた株式会社の、エルムの石原社長と12月お会いした時に、ぜひこういうことをやりたいと熱い思いを訴えられまして、コロナでどうなるか分からんけども、とにかく我々が兵庫から元気を発信したいというふうに私も大変感動いたしました。その場にすぐですね、もう日本のまさにこの美のレジェンドでございます桂由美さんにすぐその場で電話いたしまして、由美さん、これはもう神戸はやっぱりこのファッション美の聖地ですと、由美さんぜひ来ていただいてこの神戸からもう一遍松明をかけてくださいという話をしましたところ、もう由美さん多忙な中そこの場で快諾をいただきました。ということで今日は今西さんからもお話がございましたけれども、ここでやるという意味はとってもこれからの、オリンピック以後を含めた日本が元気になる大きな鏡をかけるタイミングだというふうに思っています。そして後ほど由美さんからも話があると思いますが、神戸というのは非常に歴史ある町でございます。ファッション、そしてまた美のまさにこの、聖地のような場所でございます。
そういう場所で行われることに大変私ども、喜びを覚えますとともに、ぜひ参加された皆さんは、そういう今回出るということが、そういう大きな意味があるということを、感じながら、ぜひ思う存分、自分たちの力を発揮してほしいというふうに思います。またこういうですね、場を提供していただきました、このホテルのですね、このダスイート神戸オーシャンズガーデン、今日檜山さん来られてますけど、審査員ですけど、大変こういう貴重な場をご提供いただきまして本当にありがとうございます。そして今日副市長におられますけど、こういう超ご多忙な折ですね、思いを込めて来ていただいた副市長さんにも深く感謝申し上げたいと思います。皆さんみんなが幸せで笑顔で最終審査終わるよう、頑張っていきたいと思います。皆さん頑張りましょう。ありがとうございます。それでは最後にファッションデザイナー桂由美様お願いいたします。皆様こんにちは、桂由美です。今お話があったように東京から駆けつけたわけですけれども、24人の一覧表を拝見していて、ルックス、それからキャリア、本当に多姿多彩っていう感じなんですね。ですから本当に選考を楽しみにしていると同時に、責任感の責任の重大さも感じております。一生懸命頑張りますのでよろしくお願いいたします。ありがとうございました。さて本日2021ベストオブミス兵庫代表が決定いたします。心身ともに磨き上げた最高のパフォーマンスを心ゆくまでご視聴ください。それでは2021ベストオブミス兵庫大会の開演です。それでは改めて本大会の審査員の皆様をご紹介いたします。なおご紹介順は順不同でございますのでご了承願います。神戸市副市長今西正夫様、株式会社メディアスプレッド代表取締役松本勤様、バチェラージャパンシーズン3出演トラベルインスタグラマーモデルタレント田尻夏樹様、株式会社トライハードジャパン代表取締役 CEO 大月楽陽様、大阪観光局代表理事理事長溝畑博士様、ファッションデザイナー桂由美様、ホテルラスイート神戸ハーバーランド総支配人檜山和志様、エレム株式会社代表取締役石原誠様、以上8名の審査員の方々で厳正な審査を行っていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。それではここで本大会の趣旨をお伝えいたします。ベストオブミス兵庫大会はミスユニバーシティ、ミスグランド、ミスユニバース、それぞれの兵庫代表1名ずつ地方代表選出する地方代表選考会です。ミスユニバーシティ兵庫代表に選ばれた候補者には、日本一美しい女子大生の栄冠をかけた日本大会に出場する権利が与えられます。そしてミスグランド兵庫代表、ミスユニバース兵庫代表に選出された候補者にも同じく、それぞれの日本大会に出場いただき、そこで日本一を勝ち抜いた暁には国際大会への出場権を得るチャンスが待っているという大変夢のある選考会でございます。それでは3大会のご説明をいたします。ミスユニバーシティは次世代のオピニオンリーダー、
ネクストリーダーの発掘を目的とし、今できることをテーマとした大学生のミスコンテストです。続いてミスグランドはストップザウォーをスローガンに掲げたコンテスト。平和の使者として内弁日を兼ね備え、平和のためのメッセージを発信する女性を育成し世界へ輩出しております。最後にミスユニバースですが、65年以上の歴史あるコンテスト。外見だけではなく、知性、感性、人間性、内面、自信、そして社会に積極的に貢献したいという社会性を兼ね備えたオピニオンリーダーの創造とサポートをコンセプトにしております。そして本日書類審査を通過した24名の方々の中から2021年ミスユニバーシティ、ミスグランド、ミスユニバースの兵庫代表が決定いたします。それではここで審査方法についてご説明いたします。まず一次審査は審査員票の合計得点で競われます。この後すべての候補者の紹介が終わりましたら、事前に収録された各候補者の水着ポージング、ドレスポージング、スピーチの映像が順に流れます。審査員の皆様には笑顔、水着、ドレス、スピーチ、ポージングの5項目を基準に合計得点の高かった上位6名を選んでいただきます。上位6名が最終審査へとの駒を進めることができます。続いて最終審査についてご説明いたします。最終審査は会場と候補者をズームでつなぎ、リアルタイムで質疑応答をしていただきます。6名すべての質疑応答が終了いたしましたら、審査員の皆様にミスユニバーシティ、ミスグランド、ミスユニバース、それぞれ1名ずつ兵庫代表候補者の名前を審査シートにご記入いただきます。票数の多かった上位3名の候補者が各大会の兵庫代表に選ばれます。以上が審査方法でございます。最後に本大会の考える美しさは数値で競うことができず、それぞれの個性があり、それぞれの魅力があるということです。ベストオブミスでは個人の魅力を最大限に輝かせている人を美しいと考えています。そして完成度を競うだけの審査ではなく、日本大会に向けた成長見込みも審査対象となります。このように外見だけではなく、知性や感性、人間性や内面など厳正な審査の上、3大会の兵庫代表を決定いたします。それでは2021ベストオブミス兵庫大会の候補者の紹介映像をご覧ください。大倉梓です。25歳です。職業は会社員をしております。吉田美希です。年齢は20歳です。よろしくお願いいたします。寺崎奈々です。24歳です。職業はイベントコンパニオンをしております。はじめまして、中西さやかと申します。24歳です。航空会社の客室乗務員をしております。山田と申します。年齢は25歳です。職業は医療系企業に勤めております。勝見真礼です。23歳大学生です。川原凛、23歳職業はダンサーをしております。平川葉月、25歳、職業はゴーゴーダンサーです。須藤蓮香です。24歳です。職業はイベントコンパニオンです。
平川朱里です。年齢は23歳で職業は学生です。井ノ原小春、21歳ダンサーです。木下理香、27歳幼児教育講師です。青山玲奈、27歳職業はダンサーをしています。丸山ゆめ、19歳大学生です。20歳です。職業は大学生です。名前は福吉夏です。年齢は23歳です。職業は会社員です。朝霞美優、27歳会社員です。南舞香、21歳職業はダンサーです。明石かな、23歳イベントコンパニオンです。相原かなです。年齢は24歳です。サロンモデルをしています。中条真由、24歳、職業はダンサーです。南里由美、25歳、研究員兼薬剤師。どうぞよろしくお願いいたします。平野夏音、21歳、職業は大学生です。25歳イベントコンパニオンです。はい、以上24名の方の中からミスユニバーシティ、ミスグランド、ミスユニバース兵庫代表が決定いたします。 CM の後はいよいよ水着ポージング審査です。Strive to be the entertainment closest to you. We may not be able to change your life, but we believe we can give you something to raise your awareness every day. A circle of excitement and new encounters centered on music. This place is born and is spread far and wide today. Where we belong. Music Circus.Dum dum 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 d
お待たせいたしました。それではこれより水着ポージング審査に移ります。どうぞ。Running through the last of my thoughts, standing on the edge of my chance. Everything I know will be gone in a minute, and that's alright. Running through the last of my thoughts, standing on the edge of my chance. Everything I know will be gone in a minute, and that's alright. Alright. Cause I'm free than I ever been before. Yeah.
先ほどは大変失礼いたしました。以上、水着ポージング審査でした。ここで審査員の方からコメントをいただきたいと思います。ここまでご覧いただいた映像の中で印象に残ったことなどございますでしょうか。それでは田尻様、よろしくお願いいたします。はい。そうですね。12番の木下さん。すごいスタイルが良くて、水着も似合っていて素敵でした。ありがとうございます。続いて松本様、よろしくお願いいたします。はい、今回リモートでの開催ということで、本来だったら、24人皆さん集まって、集まっていただいての開催という形だったと思うんですが、逆にリモートになったことで、水着審査も、カメラに向かって、一人で、ポージングしなきゃいけないと、やはり、そこですごい戸惑っている方と、やはり自分を表現しようというふうに思っている方と、明らかに分かれたかなというふうに思います。そういう意味では、逆にちょっと自分自身との戦いだったのかなというふうに感じました。ありがとうございます。それでは CM の後、ドレスポージングスピーチ審査でございます。Thank you.
We strive to be the entertainment closest to you. We may not be able to change your life, but we believe we can give you something to raise your awareness every day. A circle of excitement and new encounters centered on music. This place is born and is spread far and wide today. Where we belong. Music Circus. お待たせいたしました。それではドレスポージングスピーチ審査のスタートです。こちらも先ほど松本様がおっしゃっていただいたように映像での審査になります。通常の審査とは違いますが、映像をご覧いただければと思います。どうぞ。Too many days in the darkness.Without a glimpse of the light Running tired and broken and scared But I swear I'll never give up the fight I see you broken and beat Head pulled down over your eyes Every part of you wants to surrender Darling, you were meant to survive 生まれも育ちも兵庫県メイドイン兵庫の大倉寿です。兵庫県でバスガイドをしていたので誰よりも兵庫の魅力について語れる自信があります。伝染する笑顔を武器に兵庫から世界へ皆さんに元気 100% を届けます。よろしくお願いいたします。神戸の親善大使として活動しています。その中でもっと何かできるのではないか、もっと誰かに勇気や感動を与えられるような人になりたい、そう思い応募いたしました。このトリーガオです。よく宝塚歌劇団に行きそうとよく言われるのですが、このトリーガオは私のチャームポイントであり自分の好きなところです。
天敵石を穿す一人の人間として、日本代表として一つ一つ確実に達成していくことで必ず道は開けると信じております。私にその力があります。に勤めております。現在栄養士の資格を持っており、薬の勉強もしております。皆様の美容と健康に役立てるような人間になりたいと思っております。よろしくお願いいたします。留学を通してマイノリティを経験したことです。この経験を機に多様性の尊重の大切さについて感じました。私はこの大会で発言力を身につけ、多様性について発信できる女性を目指します。現在ダンサーとして活動していく中で、見ている人の心を動かせる女性になりたいです。ベストオブミスでは日本大会、世界大会へとつながるチャンスの中で私をしていただき、多くの人の心を動かしていきます。Just keep painting constellations. You cover me in glitter till I'm shining bright. I never wanna leave the sky. The way you made me feel alive. I was in the dark and baby, you're the light. You're from another planet. I've never felt like this. I don't know how I ever survived without it. 私は自分のしたいことや挑戦したいことに対して常に努力できる自分でありたいと思っています。ミスコンを通してたくさんの方に自分を知っていただき、発信力のある人間になります。私の長所は好奇心旺盛で何事にも挑戦するところです。最初は全くできなかったワイズバランスが今では特技になっています。兵庫県にはお仕事で行く機会がたくさんあり、このコンテストで優勝したいと思います。私は現在ダンサーをしています。今大会を通して兵庫県の魅力を伝えると同時に、ダンス以外でも私を伝える機会だと思い、ベストオブミスでは見た目以外にも内面の魅力も必要だと思い、女性としての見た目と
と私の魅力も感じてほしいと思いました。前向きな性格に加え、品のある大人の女性になり、さらに自信を持てるよう、今回の大会を通して学び、向上します。大震災、1歳で助けられた私は、命の大切さを世界中の子どもたちが語り合える未来を作りたい、そう思っています。今日がその夢への一歩です。体制があることです。今ダンスチームに所属していますが、振り付けや構成を考えチームをまとめることを意識しています。このミスコンは年齢的にも最後になるので、自分の実力を試そうと思い応募しました。私にとって新しい挑戦なので、この貴重な経験を通して自分の考えを行動に移せるような芯の強い女性になれるよう頑張りたいと思っております。よろしくお願いいたします。自分のことが好きですか？日本の女性にもっと自信を持ってほしい。そのために私が成長する姿を見せます。愛と責任を持ち、感謝の言葉、笑顔を常に忘れずに、活動していく中でたくさんの人に出会うことで幸せを吸収し、
私も幸せを与えられる存在になりたいと思っております。やりたいこと、それは人のために活動することです。27年間生きてきた中で辛いことがあったとき、いつも周りの人々に支えられて生きてきました。これからは私が周りの人々を支えられることができるよう尽力していきます。私は兵庫県三木市で生まれ育ち、海や山の景色が綺麗なところが大好きです。現在ダンサーとして活動しているので、ダンサーを生かして兵庫のいいところを伝えていきたいです。大学を卒業するこの時期に何か思い出と形になることに挑戦したいと思い、大好きな地元兵庫県のミスパに参加することにしました。この大会を通じて自分自身の成長と素敵な女性になるためのステップアップにしたいと思います。Searching for a longer day. People feeling like the light has just come. We must never stop the way. Birds chirping and I hear my name. Grasping into a life. 私はおしゃれをすることや自分磨きをすることが好きです。また日頃から感謝の気持ちを忘れずに、相手の立場になって物事を考えることが大事だと思いますので、このコンテストを通して発信していきたいです。チャームポイントは 570cm ある身長と年齢問わず一つのコミュニケーションが好きなところです。現在は南さんをしているので、この生まれ育った兵庫県の良さを持ち前の元気と明るさで発信していきたいと思います。 We will always take a stand for the people for the land. Let's go back.大好きです。兵庫県が兵庫県代表になりたいという気持ちは誰にも負けません。初志貫徹できるところが私の強みなので、どうぞよろしくお願いいたします。
将来は海外で看護師として働きたいと思っております。この大会ではその夢を叶えるいい機会となればと思っております。よろしくお願いいたします。さらに高まり、今の目標はマルコの全国大会出場です。ゆくゆくはたくさんの女性から憧れられる存在になりたいと思っています。それではこのまま審査を続けていただきます。審査の後は審査員の方々にコメントを頂戴いたします。Strive to be the entertainment closest to you. We may not be able to change your life, but we believe we can give you something to raise your awareness every day. A circle of excitement and new encounters centered on music. This place is born and is spread far and wide today. Where we belong, Music Circus.組んだ天然水いろはず。それでは審査員の方々にコメントをいただきます。まずは檜山様、よろしくお願いいたします。はい、
先ほどの、ドレスとですねの方ですけれども、やっぱり日頃からドレスに慣れてる方のちょっと差が出たんじゃないかなというふうに思います。ですから、コンクールだからといってドレスを着るんではなくて、やっぱり日頃からドレスを着るっていうことを慣れてるのが必要かなというふうには思いました。あとはご自身の髪の毛とか目の色とか肌の色とかメイクとかでコーディネートしてドレスを選ばれるのがやはり より魅力的になるんじゃないかと思います。あと話し方なんですけども、声の通る方もいらっしゃいますし、こもったような方もいらっしゃいました。ですからボイストレーニングというのをされて、やはり自分の思いがきちんと届くというか、そういうトレーニングもいるのかなというふうに思いました。でもう一つはまばたきをよくされる方いらっしゃるので、やはり目力を、ね、生かすんでしたら、あまりまばたきをしない方がいいのかなというふうに思いました。以上です。ありがとうございました。続いて石原様、よろしくお願いいたします。はい、皆さん、素敵なドレスを選ばれているのですが、その中でも、個性のある方、にお似合いの方すごい分かれたと思います。あとスピーチに関してもすごい内面の良さが、すごい出てる方とかも出たので、結果が楽しみです。以上です。ありがとうございます。最後に大月様、よろしくお願いいたします。どなたもすごく素晴らしいと思っています。ドレスもそうですし、スピーチもそうですし、なぜかというと今回やっぱりコロナの関係で練習とか時間も全然なかったんで、みんな勇気を出してここまで出てきていただくことに私はすごく感動しています。ですのでやっぱり女性の良さっていうのはやっぱり笑顔と勇気と、そういう日々自分とのチャレンジっていうのは女の子の美しさと思ってますので、頑張って毎日日々自分とのチャレンジしながら素晴らしい人生手に入れてください。ありがとうございます。それでは CM の後、一次審査の結果発表になります。今しばらくお待ちください。Strive to be the entertainment closest to you. We may not be able to change your life, but we believe we can give you something to raise your awareness every day. A circle of excitement and new encounters centered on music. This place is born and is spread far and wide today. Where we belong. Music Circus.天然水いろはず。
I've always wanted to do that. Next round on me. はい、それではここで改めて本大会の趣旨をお伝えいたします。ベストオブミス兵庫大会はミスユニバーシティ、ミスグランド、ミスユニバースそれぞれの兵庫代表を1名ずつ選出する地方代表選考会です。ミスユニバーシティの兵庫代表に選ばれた候補者には日本一美しい女子大生の栄冠をかけた日本大会に出場する権利が与えられます。そしてミスグランド兵庫代表、ミスユニバース兵庫代表に選出された候補者にも同じくそれぞれの日本大会に出場いただき、そこで日本一を勝ち抜いた暁には国際大会への出場権を得るチャンスが待っています。ベストオブミスでは個人の魅力を最大限に輝かせている人を美しいと考えています。完成度を競うだけの審査ではなく、日本大会に向けた成長見込みも審査対象となります。外見だけではなく知性や感性、人間性や内面など厳正な審査の上、兵庫代表が決定いたします。では一次審査の結果発表へ移ってまいります。ここで選ばれた上位6名が最終審査へと進むことができます。皆さんすごく緊張しますよね。ねえ、ただいまズームの映像にて24名の方と映像でつながっております。ねえ、本当にこの形での大会の、実施というのは本当に初めてですので、出場者の皆様も本当に今緊張した面持ちでいらっしゃる状態かと思います。映像も現在16名ずつですので、ちょこちょこ切り替えていただいての全員表示という形になるんでしょうか。そうですね、笑顔があふれている方もいらっしゃいますが、本当に緊張された方もいらっしゃいますね。はい、それではこの後 CM を挟みまして、いよいよ審査結果の発表に移りたいと思います。それでは一旦 CM に入ります。いろはすは原材料、自然、生産者、自然、すべて自然でできている。一滴一滴森が育んだ天然水いろはす。Strive to be the entertainment closest to you. We may not be able to change your life, but we believe we can give you something to raise your awareness every day. A circle of excitement and new encounters centered on music,
This place is born and is spread far and wide today. Where we belong. Music Service.森が育んだ天然水いろはず。Strive to be the entertainment closest to you. We may not be able to change your life, but we believe we can give you something to raise your awareness every day. A circle of excitement and new encounters centered on music. This place is born and is spread far and wide today. Where we belong. Music Circus.育んだ天然水いろはず。
We strive to be the entertainment closest to you. We may not be able to change your life, but we believe we can give you something to raise your awareness every day. A circle of excitement and new encounters centered on music. This place is born and is spread far and wide today. Where we belong, Music Circus.組んだ天然水いろはず。Strive to be the entertainment closest to you. We may not be able to change your life, but we believe we can give you something to raise your awareness every day. A circle of excitement and new encounters centered on music. This place is born and is spread far and wide today. Where we belong. Music Circus.大変お待たせいたしました。それでは一次審査の結果発表へ移りたいと思います。ここで選ばれました上位6名の方が最終審査へと進むことができます。はい、緊張の面持ちの皆さん、それではいよいよ審査結果の発表でございます。それでは発表いたします。
エントリーナンバー12番木下理香さん。続いてエントリーナンバー16番福代千夏さん。続いてエントリーナンバー18番南舞香さん。続いてエントリーナンバー2番吉田美里さん。続いてエントリーナンバー21番中条真由さん。続いてエントリーナンバー14番丸山ゆめさん。以上6名の方です。おめでとうございます。それでは最終審査のため再度 CM に入らせていただきます。Strive to be the entertainment closest to you. We may not be able to change your life, but we believe we can give you something to raise your awareness every day. A circle of excitement and new encounters centered on music. This place is born and is spread far and wide today. Where we belong. Music Circus.さて、いよいよ最終審査のスタートです。最終審査では Zoom を使用しリアルタイムで審査員の方々の質問に答えていただきます。それでは一次審査で選ばれた6名の候補者と Zoom をつなぎます。では審査員の皆様、お名前をお呼びいたしましたらファイナリストへのご質問をお願いいたします。まずはエントリーナンバー12番木下理香さんへの質問です。それでは今西様お願いいたします。はい、この新型コロナウイルスが落ち着いて、海外のお友達が来日されるとします。その時にこの兵庫で、ご案内をしたいと思う場所一箇所挙げていただくとしたらどこでしょうか。そしてそれはなぜでしょうか。聞こえなかった。もう一回言った方がいいですか。木下さん聞こえましたか。木下さん聞こえますかね。
音が聞こえてないですね。ちょっと音声が届いていないようですかね。あ、マイクオフになってる。マイクがミュート。あー、この一番左のところに。木下さん、マイクのミュートを解除していただけますか？ゆっくりで大丈夫ですよ、木下さん。マイクのミュートの解除できますかね。生放送ですからね。こういったトラブルもございます。聞こえますかね。あ、すみません、すみません、聞こえましたね。ジャインジャインってくるやん。かわいそうやな、これ。質問は聞こえましたか。聞こえますでしょうか。聞こえますでしょうか。はい、聞こえております。質問は聞こえましたか。ありがとうございます。あの質問は途中まで聞こえたんですが、ちょっと音声が乱れていて、海外の渡航者の方のお話だったかと思うんですけれども、もう一度お伺いできますでしょうか。じゃあもう一回言います、はい、お願いいたします。このコロナウイルスが落ち着いて海外にいらっしゃる友達が、日本にやって来られるときに、兵庫で、この兵庫で、ご案内するところ一箇所挙げるとしたらどこでしょうか。それはどういう理由からでしょうかと、こういう質問です。あ、すみません、もう一度よろしいでしょうか。あ、もしもし聞こえますか。聞こえますか。木下さん、聞こえておりますか。はい、それではちょっと木下さんと映像がつながりにくくなっておりますので、続いての方に一旦移らせていただきます。それではエントリーナンバー16番、福陽千夏さん。はいはい、音声聞こえておりますでしょうか。はい、聞こえております。はい、それでは、今西様の質問は先ほどの分は後ほどまたお答えいただくとしまして、それでは、福陽様への、質問は桂様、よろしくお願いできますでしょうか。もしあなたが逆に審査をするとしたらね、この例えばミスユニバースの代表の人にどんなことを望みますか。例えば、いわゆるルックスなのか、まあ、もちろんルックス必要だと思うんだけど、その他に どんなことをね、基準にして選びます。聞こえましたか、福陽さん。すみません、途切れ途切れで聞こえてしまっておりまして、ちょっと聞き取りづらかったので、もう一度お願いしてもよろしいでしょうか。今私たち誰かを選ぶっていう審査員の立場なんですけど、あなたが逆に、はいはい、この審査員の立場だったらね、どういうことをその代表の人に望みますか。はい、私でしたら、活動していく中で人々を幸せだったり、笑顔にしていきたいと思いますので、グランプリを取ったからといってたかだかとどまっているのではなく、責任感を持ちつつも、出会った人々と近い立ち位置で関わっていただけるような、こう思いやりがあり、優しく常に感謝の心を持ち続けるような女性を私でしたら選ばせていただきますね。
はい、ありがとうございます。ありがとうございます。それでは続いて檜山様、お願いできますでしょうか。音声大丈夫でしょうか。音声大丈夫でしょうか。福谷さん、聞こえておられますか。音声大丈夫でしょうか。福谷さん、マイクがまたミュートになってしまっているようなので、マイクをミュートを解除できますか。聞こえてますでしょうか。福代さん、マイクのミュートの解除をお願いできますか。はい、はい、失礼しました、はい、聞こえてますでしょうか、はい、あ、大丈夫ですか。音声届いておりますか。少し途切れるようなんですけども、はい、あなたが最も、あ、大丈夫ですか。あなたが最も憧れる女性像、もしくは実際に、はい、実在の女性のお名前でもいいんですけども、どういう方に憧れますでしょうか。それとまたその理由ですね、なぜ憧れるかを教えてください。福代さんの憧れる女性像と、もしくは女性の方のお名前、そしてその理由を教えていただけますか。はい、人に対し愛情や感謝、思いやりの心を常に持っていて、自分に自信があり、また相手に対して尊敬の心を持てる女性に私は憧れを持ちます。で、その憧れの女性として私が挙げるとしましたら、自分の母親だと思います。あ、どうもありがとうございました。はい、お願いいたします。 ありがとうございます。福代さん、先ほど途中で止まってしまって申し訳ありませんでした。はい、続いて先ほど途切れてしまった木下さんに戻りたいと思います。木下理香さん。はい、もしもし、聞こえますか。あ、バッチリ届いております。すみません、パソコンから iPhone の方で入り直しました。皆様にご迷惑をおかけしました。申し訳ございません。はい、先ほどのご質問っていうのは、海外の方、また子どもたちや友人に神戸のどういったところを案内したいかということでご質問いただいたかと思うんですけれども、はい、入っていますでしょうか。その場所と理由ということでよろしかったでしょうか。はい、バッチリでございます。それでは木下さん、お願いできますか。はい、はい、お話しさせていただいていいですか。はい、お願いいたします。あ、はい、私今東京に住んでおりますと、周りの友人でもあまり神戸のことを知らない、人は多いです。また子どもたちは、今の時代の子どもたちはもう阪神淡路大震災を知らずに、今の綺麗になった神戸しか知らないような子どもたちも多いと私は思います。ですので、まずは今の神戸がどれだけ美しいかということを、まあ、海外の方も含め日本中の方々にもう一度六甲山の上から素晴らしい夜景を見せて、こんなに素晴らしいところなんだ、でもこれはやはり26年前ああいった辛いことがあったからこそ、みんながいろいろな情熱を持ってここまで美しい街にできたんだということを知ってもらうためにも、神戸市役所の周りにある東遊園地の方の鎮魂の光、もうずっと消えずにある光であったりとか、または震災でまだ残っているような、震災の時の、跡がまだ残っているところ、あとは防災センター、そういったところにみんなを案内して、こういった辛いことがあって私たちはここまで、いろいろなことがあったけれども、乗り越えてこの強い街になったんだということを、あ、すみません、今東京はちょっと地震があるんですけれども、皆さんは大丈夫でしょうか。こっち結構揺れてるんですが、
ちょっと続けます。地震、自然災害がとても多い国です。こういった、中で、命が奪われていく、そういったことを、まずは皆さんにお伝えをして、それでも日本は、強くなっていく、そういったことを伝えるために私たちは活動したいというふうに思っています。すみません、ちょっと趣旨とずれたかもしれませんが、以上です。ありがとうございます。安全に気をつけてください。はい、それでは、はい、すみません、ありがとうございます。はい、続いて、エントリーナンバー2番の吉田美里さんにつないでみようと思います。美里さん、いかがですか。聞こえておりますか。聞こえます。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。それでは吉田美里様に、ご質問、田尻様、お願いできますでしょうか。番組に出ていたんですけども、あ、聞こえますか。聞こえますか。吉田さん、聞こえておりますか。はい、聞こえてはいるんですけども、途切れていまして、どうしたらいいのかな。申し訳ございません。今大丈夫でしょうか。はい、大丈夫です。こんにちは。私、Amazon プライムのバチェラージャパンっていう番組に出ていたんですけど、恋愛番組なんですけど、メリさんがもしいいなと思った男性に自分のことを知ってもらいたい、初めましてで知ってもらいたいときにどういうアピールをしますか。まず、私は相手の話を聞いて、そこからアピールの時に共通点などを見つけていき、私が育った環境だったりとか、私が、自信のあるチャームポイントだったりとか、そういう分かりやすく自分を飾らずに、くっきりと自分をまず全て出す感じでアピールをしていきます。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。他、吉田さんに何かご質問ある方いらっしゃいますでしょうか。大丈夫そうですか。はい、それでは吉田さん、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、エントリーナンバー21番の中条真由さん、聞こえますか。はい、聞こえます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。それでは中条真由さんへのご質問を松本様、はい、お願いできますでしょうか。中条さん、よろしくお願いします。はい、お願いします。はい、今、段差をされてるということで、日本の文化とか芸術で、素晴らしいなと、これはやっぱり海外に広めたいなというような、そういうふうに思うものっていうのはありますか。文化ですか。はい、文化や芸術で、日本が誇るものっていうとどういうものだと思います。あ、もう一度すみません、電波途切れていて、もう一度よろしいですか。日本の誇る芸術とか文化で、海外に広めたいというふうに思うものっていうのは何かありますか。
もともと姫路市出身なんですけど、今大阪に住んでいて、で、今コロナで海外の方とかの観光とかがすごい減ってると思うんですけど、コロナが明けて、また外国の方とかが兵庫県に来られた時に、今ですと、甲子園とか、昨日から始まったと思うんですけど、兵庫県の良さとかを、私今 TikTok とかも今力入れていて、神戸のその、西宮の甲子園の、動画とかの、作っていて、海外の方とかにもまだ難しいと思うんですけど、日本ってこういうものがあるんだっていうのを、TikTok って全世界共通だと思うので、ちょっとでも日本のその兵庫県の良さとかも、甲子園って、あ、兵庫県にあるんだっていうのを見てもらえたらいいなと思っています。すいません。ありがとうございます。どうもありがとうございます。はい、はい、中条さんへのご質問がある方おられますでしょうか。はい、ありがとうございます。中条さん、ありがとうございました。ありがとうございます。はい、続いて、エントリーナンバー14番の丸山ゆめさん、聞こえますでしょうか。はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。それでは、丸山ゆめさんへの質問を、ご質問を、檜山様、お願いできますでしょうか。今大学生、ね、ですけどもね、一度しかない人生、どのような人生を過ごしたいと思っていますか。はい、聞こえました。はい、よろしいですか。今大学生ですけどもね、一度しかない人生、どのような人生にしたいと思っていますか。あなたの考えをお聞かせください。はい、私は今回のこのような大会に応募したこともなんですが、何でも新しいことに挑戦、失敗しても新しいことに挑戦する人生を送りたいなというふうに考えておりまして、というのも高校生時代の時に一度海外に留学したのですが、その留学すると決意する時もとても勇気がいることだったんですが、実際に留学したことによって積極性の大事さや自分の考えを強く持つことの大切さをすごく学ぶことができて、本当に今自分が一番、今までの自分の人生の中で一番良い経験をできたというふうに言えるぐらい留学してよかったなというふうに感じているので、何事にも挑戦することをモットーにする人生を送っていきたいというふうに考えております。あ、どうもありがとうございます。ありがとうございました。その他、丸山様にご質問のある方おられますでしょうか。はい、丸山さん、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、それでは、もう一度南さん、つながりますでしょうか。南さん、聞こえますでしょうか。聞こえました。南さん、聞こえますか。こちらの声は聞こえておりますか。あ、大丈夫です。はい、それでは南舞香さんへのご質問を溝端様、お願いできますでしょうか。どっち向いて喋るんですか。こっち向いてお願いしていいですか。はい、宮さん、あれ俺も顔出る。宮さん、こんにちは。こんにちは。ね、こういうリモートで大変な状況でね、よう頑張ってくれまして、まずありがとうと言います。はい、ね、本当に、まあ、こういう中でねチャレンジしてくれてね、その勇気、僕大変感動してます。それで、ね、ちょっとお聞きしたかったのはね、僕も人生失敗だらけの男なんだけど、失敗が成長のめちゃめちゃ糧になってるからあるんだけど、
特に自分でね、これは悔しいってね、失敗してね、もうこれだけ忘れられんという出来事あったらね、それちょっと教えてくれますか。そうですね、ごめんね変な質問で。失敗か、失敗というか、ね、悔しかったでしょうね。まあ失敗ですか。失敗、悔しいというか ね、あ、悔しい、悔しかったこと、うんうん、なんか小さい頃に宝塚に入りたくて、うん、でこう成長していくにつれて、していってで中学校に入った時に男役になりたかったんですけど身長が足りなくて、でそれはもうどうしようもないことで、まあでも受けてみたんですけどやっぱり落ちちゃったことが一番悔しかったですね。ありがとう、ありがとうございます。いや僕も、いや俺も失敗失敗してるからね、それが悔しさ場になるからね、頑張ってね、本当ね。はい、ありがとうございます。はい、南さんに他にご質問のある方おられますでしょうか。大丈夫ですかね。ありがとうございます、南さん、ありがとうございました。ありがとうございます。はい、なんとか無事に6名の方のお話を聞くことができました。よかったです。質疑応答は、これにて以上となります。これで審査の対象となるすべてのセッションが、終了といたします。審査員の皆様はちょっと途切れ途切れにはなりましたが、お手元にございます審査シートのご記入をお願いいたします。それでは審査の間また CM をお願いいたします。Strive to be the entertainment closest to you. We may not be able to change your life, but we believe we can give you something to raise your awareness every day. A circle of excitement and new encounters centered on music. This place is born and is spread far and wide today. Where we belong. Music Circus.
材料自然、生産者自然、すべて自然でできている。一滴一滴森が育んだ天然水いろはず。厳選素材厳選素材に美味しいひと手間かけました。紅茶家電。I've always wanted to do that. Next round on me. ここで最終発表の前に審査員の方々よりコメントをいただきます。まずは今西正夫様、よろしくお願いいたします。はい、いや今回の審査大変難しかったなと本当に思いました。代表としてふさわしい方も多かったと思いますし、オンラインの審査っていうのもまた難しいなと、ビデオで事前に拝見した姿と実際にお話をした時の印象もかなり違うような感じもあって、本当に悩んだ審査になったなというふうに思います。で、私自身としては最後ちょっと途切れ途切れになったところもあったかもしれませんけど、皆さん方の会話をしているところの、自然な笑顔と、それから心の奥から出るようなその人柄が見えたところがポイントだったかなというふうに思います。大変難しい審査でした。ありがとうございます。続いて松本つとむ様、お願いできますでしょうか。どうも皆さん長時間お疲れ様でした。本来だったら、ね、リモートじゃなくてっていうの でやっぱりなんかリモートっていうのは一人でどういうふうにすればいいのかと悩みながらあれしてたのか、実は最初の審査のポイントに笑顔っていうのがあったんですが、皆さんなかなか笑顔がなくって、これがですねどうやって審査したらいいのかなと思って、結構悩んでました。逆にもうリモートでつながってからは皆さんの笑顔が見れたんで、でもそこの部分がなかなか今度は点数に加えられないのが残念だなというふうに思いました。お疲れ様でした。ありがとうございます。続いて田尻夏樹様、よろしくお願いいたします。お願いします。皆様お疲れ様でした。いや本当にオンラインでの審査結構難しいなと、こう目の前でウォーキング姿が見れないっていうのは結構寂しいっていう気持ちも私はありました。動画だとやっぱりこう、慣れている方慣れていらっしゃらない方の差が結構出ていたなと思いましたし、緊張がすごい伝わってきました。そしてこの Zoom になってからやっぱりなんか自分の家で落ち着かれたのか安心されているのか、本当に素の皆様の顔が見れたなと感じております。なんかオンラインで良かったなって思いました頑張ってください。ありがとうございます。ありがとうございます。続いて大月楽陽様、お願いいたします。皆さんお疲れ様でした。いやものすごく楽しかったです。時代に合った計画だと思いますし、どういう時でもピンチをチャンスに変える、マイナスをプラスに変える、
ということを皆さん今回選ばれても選ばれなくても自信を持って頑張ってください。ありがとうございます。それでは続いて溝端博様お願いいたします。カメラを向いていただき、まず本当皆さん、このような大変厳しいコロナ禍でチャレンジしていただきましてありがとうございました。本当に皆さんにとってこの選ばれようが選ばれまいがやはりこれから10年20年人生やはり輝いてほしいなというのが私の共通の願いです。やっぱりこれから10年20年後の世界って多分今までと違った世界が見えてくるはずだし、どんな立ち位置であってもどんな職業であってもどんな地域であってもどんな境遇であってもやっぱり常に世界を目指していく高みを目指していくやっぱりこの志し夢というものを大事にしてほしいなというふうに思っています。それぞれ皆さん今これからね人生無限大に選択肢があるから大事なのは自分の中に常に大きな夢というのを持つことね。やっぱり世の中のためになるとかみんなを幸せにするとか皆さん共通してねおっしゃった言葉がありました。その言葉を大事にね自分も幸せ相手も幸せ地域も幸せこの国世界が幸せそんな人生をねみんな送ってほしいと思います。どういう結果が出てもここに舞台に立ったということは皆さん次のチャレンジをしてるわけだから、これからも、この審査員といいねお付き合いをさせてください。もし人生に悩んだときは僕の職場に電話してきたらなんか皆さんのねちょっとでもサポートしてあげます。はい、大阪観光局理事長溝端博です。ありがとうございました。力強い言葉心強いです。ありがとうございます。続いて桂由美様よろしくお願いいたします。本当に今のお話じゃなければご苦労様でした。今6人上がってて実際は3人ということなんですよ。でも難しいですよその優劣をつけるっていうことはね。だから仮に選ばれなかったとしても本当に二心喪失なんかしないでほしいと思います。特に私ミスコンの審査って本当に何十回ってやってますけどこのオンラインによる審査って初めてなんですよね。本当に難しいと思いましたよ。だって最初の時の皆さんの表情とそれからこの6人になった時の表情とは全然違う。これが最初に出てたら本当によく分かったと思うんですけどね。だからぜひ今の水畑さんのお話のようにこれから本当にちょっと今ね嫌な世の中ですけどいずれ収まるでしょうから、そしたらまた勇気を出して日本のために頑張っていただきたいと思います。本当にご苦労様でした。ありがとうございました。続いて檜山和志様お願いいたします。はい、どうも皆さんお疲れ様でした。お疲れ様でした。ズームで難しいですよね。本当に音声が途切れてしまったりとかいろんなトラブルがあると思うんですけども、そこで焦られた方も、ね、いらっしゃると思いますけども、もうズーム越しでね、見る皆さんの笑顔ってすごく素敵でした。思わず魅了してしまいましたね。私ホテルを運営してますけど思わずスカウトしようかなと思う方もいらっしゃったぐらいで魅力的な方ばかりでした。だから一次審査の時はねなかなか皆さんの良さが出てなかったんですけども意外とズームの時はねああこんな方なんだなというね、なんか真心とかね、そういうところが出たと思うので、ぜひ、今回はね、選ばれた方は本当に兵庫代表として、さまざまなところでね、
まあ、兵庫の魅力を伝えてほしいと思いますし、あの、ね、もし選ばれなかったとしても、その方はですね、この機会に、まあ、次回の、ね、チャンスもありますし、これを機会にはもう一度皆さん自分を、ね、見つめ直していただいて、あの客観的に、ね、どのようなあの人生とか社会貢献をしていくかということをあの見直していただいて、ますますチャーミングで魅力的な女性になっていただきたいなと思います。今日は本当どうもお疲れ様でした。ありがとうございます。それでは最後に石原誠様、よろしくお願いいたします。はい、まずはこのコロナ禍の中でも、ベストオブミス兵庫大会を、開催できたことに、関係者皆様に対して、感謝をいたします。ありがとうございます。そして、ファイナリストの皆様、お疲れ様でした。すごい大変素晴らしい笑顔、そしてパフォーマンスを見せていただいて、またズームと VTR とではまた違った印象になりましたが、すごい勇気と希望を与えられたなと感じました。またこれからの活躍を期待しております。ありがとうございました。どうもありがとうございます。それでは結果発表まで今しばらくお待ちください。Be able to change your life, but we believe we can give you something to raise your awareness every day. A circle of excitement and new encounters centered on music. This place is born and is spread far and wide today. Where we belong, Music Circus. さあ、いよいよ兵庫代表の3名が決定いたします。はい、私の手元に最終結果が届きました。この封筒の中に結果が入っております。2021ベストオブミス兵庫代表に選ばれるのはどなたなのでしょうか。それでは最終審査発表でございます。まず一人目、2021ミスユニバーシティ兵庫代表は、エントリーナンバー2番、吉田美里さんです。おめでとうございます。おめでとうございます。はい。すごい感無量ですね。ありがとうございます。それでは続いて2人目の発表に移らせていただきます。2021ミスグランド兵庫代表は、エントリーナンバー12番、木下理香さんです。
めでとうございます。木下さん、また揺れがあった時には安全に気をつけてください。はい、そしてそれでは最後の発表です。ミスユニバース兵庫代表は、エントリーナンバー16番、福代千夏さんです。おめでとうございます。おめでとうございます。3名の方が決定いたしました。それでは選ばれました3名の方々の喜びの声を順番にお聞かせいただきたいと思います。まず最初に2021ミスユニバーシティ兵庫代表に選ばれました吉田美里さん、お願いできますでしょうか。この度はミスユニバーシティの兵庫に選んでいただいて本当にありがとうございます。この瞬間まで絶対に選ばれないと思っていて、周りの方に圧倒されてしまったりとか、こういうコロナ禍ですごく審査もどういう風に進んでいるのかもわからなくて、ずっとこの数ヶ月なんでいっぱいだったんですけど、周りの家族だったり友人が本当に応援してくれて、挑戦することが周りからどう思われるかわからなくてすごく怖かったんですけども、たくさんの人に支えられて、私の周りの人のために頑張ろうって思えたことは本当に幸せですし、私は本当に恵まれているなと思いました。本当にうまくまとまりませんでしたが、本当にありがとうございました。ありがとうございます。改めましておめでとうございます。それでは続いて2021ミスグランド兵庫代表に選ばれました木下理香さん、お願いできますでしょうか。はい、この度はコロナ禍という難しい状況の中で、こういった素晴らしい大会を開催していただいたスタッフの皆様、また、会場で審査をしてくださった8名の審査員の皆様、本当に本当にありがとうございます。今の吉田さんのお話を聞いて、またこう込み上げるものがあるんですけれども、やはりこういったコロナ禍という全世界の人々が苦難に立ち向かっている、こういった特別な環境に生きているということを忘れずに、またこの中でこういったチャンスをいただけたこと、そしてこういった責任のある立場に選んでいただいたことを使命に感じて、これから兵庫の代表として兵庫を盛り上げ、日本を盛り上げ、頑張っていきたいと思いますので、皆様引き続きどうぞよろしくお願いいたします。本日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。木下さん、改めましておめでとうございます。はい、それでは最後に2021ミスユニバース兵庫代表に選ばれました福代千夏さん、お願いできますでしょうか。この度は、グランプリをいただき大変嬉しく思っております。
審査をしてくださった審査員の方々、そして今視聴していただいている家族や友達、その他の方々にも本当に感謝のお言葉を伝えたいと思います。ありがとうございます。この感謝の気持ちでしたり、愛情、愛と、まあ、笑顔をもう忘れずに、これから代表として責任を持って活動していきたいと思いますので、今後ともよろしくお願いいたします。ありがとうございました。ありがとうございました。久代さん、改めておめでとうございます。はい、代表に選出されました吉田美里さん、木下理香さん、久代千夏さん、改めまして本当におめでとうございます。今回惜しくも受賞できなかった方も、とても素晴らしいパフォーマンスをありがとうございました。選ばれました3名の方々には2021年の日本大会へご出場いただきますので、皆様にも引き続き応援いただければと思います。兵庫から日本一、兵庫から世界へ、以上をもちまして2021ベストオブミス兵庫大会を終了いたします。司会は私、田中理恵が務めさせていただきました。次回の開催では皆様にご来場いただけることを切に願っております。本日は長時間ご視聴いただきまして誠にありがとうございました。